皆さんこんにちは、絵本作家の星名拓夫です。はい、ありがとうございます。そんなわけでございまして、今回はですね、絵本作家星名拓夫の絵本と紙芝居を読み笑わせするリクエストオンライン読演会の9月でございます。はい、ありがとうございます。そんなわけでございまして、この企画はですね、毎回、いろいろな形で、僕の SNS ですとか、それこそこの YouTube のコメント欄ですとか、いろんなところにね、絵本とか紙芝居、僕の作った絵本とか紙芝居に、あの絵本読んでほしいとか、あの紙芝居また見たいとか、そういったリクエストとかコメントをね、その次の月に反映させていただきまして、毎月第1の日曜日にこうして、オンライン独演会を開催しております。そんなわけでございまして、6月から始まりまして、あっという間に9月でございますが、皆さん元気ですか？はい、というわけでね、今月も元気いっぱいたくさん笑っていただきたいと思います。そんなわけでございまして、今日もこの赤い箱の中にたくさん絵本と紙芝居を持ってきました。どんどんね、たくさん今月も絵本と紙芝居ご披露していきたいと思いますが、今日はね、ちょっといつもよりも少しばかり趣向を凝らしてというか、少し新しい試みにもチャレンジしようかなと思いまして、まずはですね、絵本を続けて2冊、読み笑わせしたいんですけれども、その2冊の絵本がこちらでございます。この絵本とこの絵本ね、みんなわかるかな、読めるかな。そう、この絵本はですね、日本語の絵本ではありません。ベトナムという国で出版された絵本です。この YouTube チャンネルをね、いつも見てくださってる方は、もうよく知ってるかもしれませんけれども、僕は絵本、ベトナムでも絵本を出版してまして、今日はですね、あえてこのベトナムで出版した絵本をこのままご披露してみようかなと思います。この絵本はね、こういうふうに日本語版でも出てて、こっちの絵本はね、よくこの独演会でもご披露してるんですが、今月はあえてこっちのベトナム版でご披露してみたいと思いますが、僕はベトナム語は喋れません。今一生懸命ね、ちょっとずつだけど勉強してるんですけど、まだまだ日本語しか喋れないので、ベトナム版の絵本でご披露しますが、内容は日本語でちゃんと喋ります。なので皆さんもきっと内容も分かってくれると思いますね。でもベトナム版の絵本はこんな風になってるんだよっていうところを見ながらね、ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。そんなわけで行ってみましょう。これベトナム語で書いてありますが、日本語ではママモという絵本でございます。さあ行きましょう。ママモ、ママママママ、なになになに、見て見て見て、どれどれどれ、ばあ、ママもばあ、ぷー、ママもぷー、じゃーん、ママもじゃーん、とー、ママもとー、くる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 、ママもくる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 、ねえママ。なーに？ぎゅー、ママもぎゅー、大好き、ママも大好き、おしまい。ママもっとぎゅー。
はい、というわけでベトナム版のママモでございました。この絵本はね、さっきもちらっと見せましたが、日本語版ではこういう風に出てます。少し大きさが違う。しかもこの絵本を持ってる人はね、もしかしたらちょっと気づいてくれたかもしれませんが、この中身がベトナム版と日本語版ではこういう風に左右が逆になってるんですね。こんな風に、ほら、こんな風に面白いでしょ。これも外国で出るときに少しこういう風に鏡になってる、こんな風に出版されました。とっても面白い絵本なので、もしよかったら日本語版ぜひぜひ買ってみてください。詳細、コメント欄の上にちょっと載せてますからね、ぜひぜひそちらも見てみてください。それではもう一つ行きたいと思いますが、さっきちらっと見せましたこちら、今度は月のお話です。これベトナム語を日本語にすると夜空のお口という絵本です。さあこちらもご披露していきたいと思いますが、いきましょう。夜空のお口。今夜の夜空はシーンの夜空、あれ今夜の夜空はなんだか少し笑ってる、ニヤニヤニヤの夜空、あれあれ今夜の夜空はとってもとっても楽しそう、アハハハハハハの夜空、あらろろ今夜の夜空はなんだかとってもご機嫌さん、わっは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 ーの夜空、わお今夜の夜空はお腹が空いているんだね、あーんの夜空、あら今夜の夜空はお口にいっぱい入ってる、もぐ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 の夜空、あらあら今夜の夜空はお腹がいっぱいおねむさん、すやすやすやの夜空、あれれれ今夜の夜空はなんだかちょっぴり悲しそう、みんなとさよならするのが寂しいのかな、えーんの夜空、今夜の夜空は静かな夜空、シーンの夜空、また夜空のお口は開くかな、ワクワクワクの夜空、にや しーん、はい、ということで夜空のお口おしまいです。はいというわけで今回は2冊連続でベトナムで出版された絵本を、読み笑わせさせていただきましたね。さっきのママもというのはぜひぜひ皆さんも購入ができますが、この夜空のお口はね、日本版は今声援出版というのにチャレンジしてまして、ぜひぜひそこもね詳しいことが載ってますので、概要欄見ていただけると嬉しいなと思います。じゃあそんなわけでございまして、今度は紙芝居に行きたいと思います。さあ紙芝居はいつもどうやってやってるか、もうね、おなじみかもしれませんが、こういう僕は E0 を使って紙芝居をやっております。そう、どうしてこういう E0 を使って紙芝居をやってるかはもうね、この YouTube チャンネル見てくださっている方はおなじみかもしれませんが、さあじゃあ今日はね、まずこんな紙芝居からいきたいと思います。はい、出た、ドン。
どうして顔にはという紙芝居です。さあ今年ねみんな夏休みは少し短かったので、もう学校始まってる人がたくさんいらっしゃると思いますがね、学校の先生に質問をしていく紙芝居です。ぜひぜひ楽しんでいただきたいと思います。さあ行きましょう。どうして顔には。先生何ですか、質問があります。どうぞ質問してください。どうして顔には目があるんですか。その目で大好きな人をたくさん見るためです。そっか、わかりました。そうです、よかったです。先生何ですか、どうして顔には鼻があるんですか。大好きな食べ物の匂いをたくさん嗅ぐためです。そっか、わかりました。そうです、よかったです。先生何ですか、どうして顔には口があるんですか。たくさん笑うためです。そっか、わかりました。あはあはあはははは、そうです、よかったです。うふうふうふふふふ。先生何ですか、どうして顔には耳があるんですか。たくさんの笑い声を聞くためです。うまいこと言いますね、先生ですからね。先生何ですか、どうして顔にはほっぺがあるんですか。触ってごらんなさい、プニプニしてます。そういうことです。え、どういうことですか。たまには休憩も必要ということです。はあ、なんとなくわかりました。はい、なんとなくわかってよかったです。先生何ですか、どうして顔には眉毛があるんですか。触るとザラザラしますね。はい、気持ちいいですね。ああ、まあそんな感じでもいいですか。え、先生適当になってきてませんか。いやいや、そんなことはありません。なんとなくわかりました。なんとなくわかってよかったです。先生最後にしましょうか。この鼻の下のこれは何ですか。これですか。わからないんですか。あ、これを押すと意外と痛いです。あ、痛い。それとここが伸びている人は変なことを考えてる人なんです。へえ、そうなんだ。それからここをつまむと絶対に変な顔になります。あはははは、ほんとだ、変な顔ですね。ふう、なんとか全部答えられましたね。さすが先生ですね。さすが先生なんですね。あはははははは、はうふふふふふふふ。はい、どうして顔にはおしまいです。はい、というわけでどうでしたか皆さん。皆さんも真似したかな、こうやってね。さあ、じゃあ今度はまたちょっと違った雰囲気の紙芝居をやりたいと思いますが、さっきもちらっと言いましたが、どうしてこの飯沢を使って僕が紙芝居をやってるか、
それはですね、僕の紙芝居は少し不思議な紙芝居、いろんな動きのある紙芝居、そしてじゃん、この紙芝居はなんと縦から始まる紙芝居でございます。さあみんな見えるかな、ね、たくさんのキノコみたいなものがありますが、そうです、これはみんなキノコです。字になってるのわかるかな。さあ読んでみよう。このキノコ、キノコで、これハテナね。さあこのキノコ、キノコという紙芝居です。これからたくさんのキノコが出てきます。それを今度は皆さんよく考えてくださいね。見てるあなたですよ、あなたね。そのキノコがキノコかキノコじゃないかを当ててもらうという紙芝居です。さあ行ってみましょう。これからキノコがたくさん出てくるか、みんなキノコかキノコじゃないか当ててみてね。いきますよ。このキノコ、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 このキノコはキノコ。みんなこれはキノコに見える、キノコじゃない、キノコ、どっちかな。本当はやっぱりキノコ、赤くて美味しそうなキノコ。キノコ、キノコ、このキノコはキノコ。さあみんなこれはキノコ、キノコじゃない、どっちかな。本当はスコップだった。さあ次はキノコ、キノコ、このキノコはキノコ。さあこのキノコはみんなキノコ、キノコじゃない、どっちかな。本当はおー、大きな大きな帽子だった。さあ今度はキノコ、キノコ、このキノコはキノコ。さあみんなこのキノコはキノコじゃない、キノコ、どっちかな。本当は天狗さんだった。さあ次はキノコ、キノコ、このキノコはキノコ。さあこのキノコはキノコ、キノコじゃない、どっちだ。なんかのヒーローだった。大きな大きな帽子をかぶった天狗さんと、なんかのヒーローがスコップで砂場遊びをしています。二人は何を作ってるの。大きなキノコを作ろうとしています。二人は一緒に遊んでちょっぴり疲れたので、一緒に赤いキノコを愛しく愛しく食べました。そして二人はとってもとっても仲良くなりましたというお話です。はい、おしまい。お、間違えた。おしまい、シュルーム。はい、本当のおしまい。というわけで、このキノコ、キノコという紙芝居でした。はい、というわけで、さあ絵本2冊と紙芝居2つやりました。最後に、今月はですね、絵本をもう1冊やりたいと思いますね。最後の1冊はですね、この絵本です。ちいちゃんのお腹の穴という絵本です。さあどんなお話かな。僕が絵本を出した一番新しい、今年出した絵本です。さあちょっぴり長いお話だけど、皆さん最後まで付き合ってくださいね。ちいちゃんのお腹の穴。ちいちゃんのお腹の穴。みんなは
お口でもぐもぐご飯を食べたり、お口でごくごく飲み物を飲んだりできる？きっとほとんどの人ができるよね。けれど、お口以外からご飯を食べたり、飲み物を飲んだりしている人もいるって知ってる？この子はちーちゃん。元気いっぱい6歳の女の子です。ちーちゃんは生まれつきの病気で、みんなみたいにお口からもぐもぐご飯を食べたり、ごくごく飲み物を飲んだりすることができません。赤ちゃんの時にはお鼻に細いチューブを入れて、そのチューブからミルクや栄養をとっていました。けれどちーちゃんはその大切なお鼻のチューブをママが見ていない隙にこっそり抜いて、よくママを困らせていました。ちーちゃんはお鼻のチューブがないとお腹がいっぱいにならないことも、とても大切なものだってことも分かっていました。だけどお鼻のチューブがあると、お鼻に何か入ってるってジロジロ見られるし、チューブを止めているテープのせいでいつもほっぺは痒くなるし、だからついお鼻のチューブを掴んで、えいって引っ張っちゃう。でもすぐにママに見つかって、痛いのを我慢してお鼻にチューブを入れてもらいます。毎日毎日この繰り返しでした。お鼻にチューブを入れるたびにちーちゃんは大泣きするし、苦しむ姿を見てママも辛くなってしまいます。それでもだんだんと大きくなってきたちーちゃん、動きもいたずらも激しくなってきたのをママが悩んでいるとき、色にしたお友達のお話を聞くことができました。色っていうのは、お口から栄養を取ることができない人や、お口で物を飲み込むことができない人が直接栄養を入れられるように、お腹に穴を開ける手術をしてカテーテルを入れること。ご飯や飲み物をお腹に入れるときは、カテーテルに色チューブをつないで、ここからシリンジで注入するんだ。ちーちゃんの胃ろうの種類はバルーンボタン型といって、お腹の内側はカテーテルが抜けないようにお水が入っていて、水風船のように膨らんでいる。お腹の外側はボタンで止まっているから目立たないし、お風呂もプールもこのまま入れる。それでもお腹のカテーテルは思いっきり引っ張れば抜けてしまう。お鼻のチューブの時はママが入れてくれたけど、お腹のカテーテルは抜けちゃうととても大変。お腹の穴は時間が経つと閉じてきてしまうこともあるから、急いで病院へ行かないといけません。もしお腹の穴が閉じてしまったら、また手術をしないといけないから本当に大変。ちーちゃんは胃ろうの手術を4歳の時にしました。とってもとっても頑張ったので、すぐに退院もできました。けれどお腹から食べ物が漏れてきちゃったり、皮膚のトラブルが起きたりして、もう一回入院することになってしまいました。お腹のカテーテルが落ち着くまではとても大変でした。胃ろうにも少しずつ慣れてきたちーちゃん、でもやっぱり大変なことや我慢しなきゃいけないこともたくさんあります。暑い日に汗をかくとお腹の穴がかゆくてかゆくて仕方ありません。ちーちゃんがお腹の穴をかきかきしていると、触ったらダメでしょうとママが赤鬼のような顔をして怒ります。ちーちゃんも何もかも全部嫌と爆発してママと喧嘩になりました。ママとちーちゃんは仲直りするとき一緒にご飯を作ります。
ミキサーやブレンダーを使って細かくすれば、ママと一緒に作ったご飯もお腹へ直接届けられるからね。ちいちゃんの1週間のご飯。月曜日、親子丼。里芋と鶏肉の煮物。ほうれん草のおひたし。火曜日、豚丼。かぼちゃの煮物。春菊の白あえ。水曜日、オムライス、チキンクリームに、人参グラッセ、トマト。木曜日、海苔の佃煮ご飯、サバ味噌に、冬瓜とひき肉のあんかけ。金曜日、ひじきご飯、肉じゃが、ほうれん草の白あえ。土曜日、鶏野菜うどん、ゴーヤチャンプルー、はんぺんチーズ。日曜日、かぼちゃグラタン、アスパラ、タラのブイヤーベース。他にも、果物やプリン、ゼリーにムースにヨーグルト、何だって潰しちゃえば大丈夫。ただ、ミキサーやブレンダーを使うときは、繊維質の多いものや弾力のある食べ物は注意しないといけません。ミキサーがガガ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 ってすごい音がしたときは、とってもびっくりしました。ママはご飯を作るとき、エネルギーの元になる炭水化物、脂質、体を作るタンパク質、体の調子を整えるビタミン、ミネラルのバランスを考えてご飯を作れます。6歳になったちいちゃんですが、最近はなかなか体重が増えません。だからママはご飯の他にもカロリーの高い栄養剤を注入しています。時々食べ方を教えてくれる先生がお家に来て、お口で食べる練習もしてくれるけど、とっても頑固なちいちゃんはなかなかお口を開けません。ご機嫌な時にはたまにちょっとだけペロリと味見をしますが、すぐにもうやだ、これ以上やめてとお口を両手で押さえてしまいます。お口から食べるのがどうしてそんなに嫌なんだろうとママは思ってしまいます。だってちいちゃんのママは食べることが大好きだから。サーモン、エビ、カニ、牛タン、野菜に果物、スイートポテトにモンブランにアイス、嫌いなものはほとんどありません。たまにたくさん食べすぎてハムスターのようにほっぺがぷくぷくになっちゃうこともあるくらい。そんな食いしん坊のママはちいちゃんと一緒においしいものたくさん食べたいなといつも願っています。おいしいね、幸せだね、そんなことを言い合いながら一緒にご飯を食べてくれる日を夢見て、ママは今日も愛情たっぷりのご飯を作ります。ちいちゃんがお口からもぐもぐ笑顔でご飯を食べてくれるその日まで、ちいちゃんのお腹の穴さん、どうぞよろしくね。はい、ちいちゃんのお腹の穴、おしまいです。ちいちゃんのお腹の穴でした。さあ、ちょっぴり長いお話だったけど、皆さんどうでしたかね。絵本の中に出てくる色をというものをみんなは知っていたかな。この絵本をね、聞いて色というものに少しだけでも興味が出たり、少しちょっと大人の人に聞いてみようかなと思ってくれる人が少しでもいると嬉しいなと思って作った絵本です。さあ、そんなわけでございまして、今月はこれでおしまいでございます。さあ、結構ねやりましたよ今月はね。絵本と紙芝居、今月も楽しかったですか。そんなわけでございまして、また10月に向けてね、あの絵本やってほしい、この紙芝居また見たい、そんなリクエストどしどし募集しておりますので、ぜひ YouTube のコメント欄にコメントよろしくお願いします。他にもね、僕がいろいろとやってる SNS、Facebook とかインスタとか Twitter とかいろいろとやってますので、それから公式のホームページもありますので、いろんな形でね、僕にぜひぜひメッセージいただけると嬉しいです。さあ、そんなわけでございまして、また来月
お会いいたしましょう。10月までまたみんな元気でね。そんなわけで以上、絵本作家星名拓郎でした。バイバイ。